どうしようこれ。とりあえず一旦逃げるぞ。ここで捕まったら色々とやばいことになる。ダイヤモンドツルハシとかも持っているからな。とりあえず大事なものはチェストに入れた方が良さそう。そうだな。荷物検査されたら厄介だからな。それだけは優先的に済ましておこう。よし。とりあえず大事な荷物は入れた。どうするこっから。まあ、棒に戻るしかないだろ。廃校の方を伝っていけば反対側の水路に行けるからな。あれ？マリサどこへ行った？よし。霊夢もちゃんとついてきているか。あれ？あいつ来てないぞ。どこへ行った？ここに来てマリサと別れちゃったのはやばくない？とりあえず棒がどうのこうのって言ってたから看守に見つからずに戻るのを試みますか。とりあえず私はここまで戻ってくることができた。あとは霊夢がちゃんと戻ってきてくれればいいが。霊夢はどっちから来るんだ？こっちから戻ってくるか。やば。そこに監視いるじゃん。あ、ツルハシないのに石レンガで封鎖しちゃった。すまん霊夢。正面から来てくれ。ちょうど棒の裏あたりにいるところなう。これはもう正面突破でいけるんじゃないか。どうせ飯塚監視長もいないでしょ。あ。うん、どうして霊夢が外に出ているの？あ、いや、これはですね。やっぱりさっき屋根の上にいたのって霊夢。いや、別人じゃないですか。でも茶色い帽子をかぶっていた気もするんだよね。そんなことないですって。茶髪の誰かだったんじゃないですか。この刑務所に茶髪の囚人はいないんだよ。そんな、一時的に染めたとかそういうのはないんですか。でも二人屋根の上に見えたんだよね。ってなるともう一人はマリサってことかな。いや、私じゃないですけど、私は棒の中に一人でいたんで全くわからないですね。そうなんだね。じゃあ霊夢だけ懲罰棒に連れて行こうかな。いや、この人も外出てました。一緒に連れて行きましょう。でも証拠がないからな。霊夢は外に出ていただけでもすでにアウトだし。そんな、マリサの裏切り者を。さて、霊夢は久々の懲罰棒かな。最初の警報以来ですかね。逆に言えばそれまでの間いい子にしていたってことですよ。いや、そもそも懲罰棒に入ることが異例のことだからね。ありがとうございます。いや、褒めてないからね。これ、どうするか。この後の私たちの処分も決まってないし。っていうかマジでこれまずくね。ツルハシもチェストの中に入れてきてしまったし。あ、懲罰棒だったら下の水路に出れたかもしれないな。私もごまかさないで普通に懲罰棒に行けばよかったな。はい、じゃあ霊夢は懲罰棒に入ってください。再びこの真っ暗な空間に入るとは。反省していたら出してやらなくもないよ。じゃあめっちゃ反省します。また明日様子見に来るからね。了解です。さて、朝になったようだな。今日は、どういう一日になるんだろうか。昨日の感じだと通常通りに自由時間にはならなさそうだが。っていうか奇跡的に鶏が孵化した。マリサは起きてる。あ、飯塚監視長、おはようございます。さて、今日なんだけどマリサもなんとなくわかっていると思うけど、自由時間は今回はなしだから。あ、了解しました。昨日屋根の上にいたのは二人確認したから、もう一人が誰だったのか確認できるまで囚人全員の自由時間はないから。なるほど。ちなみに霊夢はいつ解放されるんですか？それはわからない。霊夢に反省の色が見えたら考えるけど。そうなんですか。いやー、次に監守に会った時にめっちゃ反省しているような顔しておこう。もう、表情筋フル稼働で顔を作ってやる。ってことでまた後で見回りに来るからおとなしくしているんだよ。そりゃもちろんですよ。どうするか。この時間は何もできないな。っていうかさ、仮に外に出れたとしてもどこから脱獄するんだ。最後の頼みの綱だったバルコニーの鍵もあんな結果だったしな。屋根の上に登って何かするのか。すいませんでしたー。飯塚監視長。どうやら私の渾身の叫びは届かなかったようだ。待てよ。そういえばもう一つ怪しいところあったな。この私たちの棒がある建物のベランダから見えた。壁にあった大きなひび割れた石レンガ。もしや、ひょっとして屋根伝いであそこに行けるのでは。それならバルコニーの鍵の必要性が説明できる。あ、もう外は夜なんだ。
懲罰房の中だと外の様子がわからないからな。マリサ、残念なお知らせがある。え、なんでしょうか。残念ながら君の懲罰房入りが決定した。でも冷静に考えたらマリサ以外に霊夢と行動する囚人はいないよねって話。わからないですよ、どこかの誰かと計画を企てていたのかもしれない。まあ何を言ってもマリサが懲罰房に入るのは決定事項だから。そんな監修、そろそろ出してくださいよ。もう私お腹が空きましたよ。まあ自分で食料は持っているんですけど。やあ霊夢、マリサも懲罰房入りになったよ。じゃあ、たまねえぜ。くそ、こいつと同じような部屋に入るなんて屈辱だ。じゃあマリサは懲罰房に入ってね。うわ、何日ぶりの懲罰房だよこれ。相変わらずこの空間は真っ暗で何も見えないし。じゃあ二人とも、また後で見回りに来るから、しっかり反省しておくんだよ。もう反省しました。あんまり気持ちが伝わってこないな。結局、二人揃って懲罰房に入るんかい。仕方ないな。っていうか仮に懲罰房から出してもらってもこの後ってどうするの。それなんだが、一つ思い当たる節があるんだ。脱獄できるポイント的な。そういうことだな。お前もほぼ忘れていたと思うが、結構前に私たちの房のある建物から外壁に大きなひびがあるのが見えたじゃないか。あ、そういえばもしかしてあそこのひびを掘ったら外に出られるのではと、さっき房内待機している時に思ったんだぜ。でもさ、あの高さのひび割れた石レンガってどうやって掘るの。そこで出てくるのがバルコニーの鍵なんじゃないか。さっき私たちが見つかった時に言った屋根の上、あそこ頑張れば屋根伝いでひび割れた石レンガのとこまで繋がっているんじゃないか。そういうことか。だからはしごもあの位置にあったし、ちょこちょこ建物の間に突っ張り棒みたいなものがくっついていたのか。確かによく考えてみたら違和感はあったんだよな。建物の間に変な棒がくっついているなって。それが直接脱獄に結びつくなんて思わないよね。ともかくこれは一度確認する必要がありそうだな。もし今回私たちの反省の色が見えたら自由時間が再びあるみたいだから。自由時間を利用して天井伝いで行けるのか、ルートを確認するってことね。なんならルートは自由広場からでも確認はできると思うからな。何かあると怖いから鉄ツルハシを持ってきたわ。あ、それはいいかもね。最悪取られてもダイヤツルハシが残っているし、さっきの房内待機みたいに何もできなくなってもそれはそれで嫌だからな。進展がなくなるリスクを考えるとそういう選択をするのもありなのかと思う。あ、飯塚幹事長来たのかな。二人ともちゃんと反省している。一日この中にいたら答えますよ。こんな真っ暗闇にいたらさすがにね。マリサは反省しているのかな。すいませんでした、私が悪かったです。真っ当な謝罪で反省しているのが伝わってきた。じゃあ二人とも反省しているみたいだし、今日は一日ここで過ごしてもらって、明日の朝から自由時間をまた与えたいと思うよ。やったー。でももし次に同じようなことがあったらとんでもないことになると思ってね。はい、それは承知の上です。じゃあ明日の自由時間まで待機だよ。監視長言ったかな。言ったっぽいな。どうやら明日から自由時間があるみたいですね。これはラッキーだな。流れがこっちに来てるぞ。ただ次はもう失敗はできない。飯塚幹事長もちょっと怖いこと言ってたし、とんでもないことになるってね。じゃあ今日は明日の脱獄に備えて寝ましょう。了解、おやすみ。おやすみだぜ。さてここまで来ればもう安心だろ。あいつらもあっさりと旧幹事長の鍵を渡してくれて助かったぜ。来たな。すまないな、俺のミスをカバーしてくれて。あんなところに死体を隠すんじゃねえよ。お前が本当の山中幹事長じゃないことがバレるんだぞ。鈴木の奴が俺の正体に感づいてそれどころじゃなかったんだ。鈴木の方は大丈夫なんだろうな。ああ、俺が始末しておいた。なるほどな、それならいいが、次失敗したら団長もただでは済まさないと言っていた。それも踏まえて今後は行動するんだな。ああ、嫌にも迷惑かけたな。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうプ主の日常。Twitter では動画の最新情報。
ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。